久保田フジマロ2月17日から1993年5月8日は参議院議員。衆議院議員。訓に当局日、重光は明受賞。1907年生まれ、三重県鈴鹿市出身。旧政福岡高校を経て、東京大学法学部政治学科卒業。文部昇格課長。内閣総理大臣。文部大臣秘書官。 文部省施設局長、管理局長、調査局長。自由民主党の文教調査副会長となり、万国著作権条約会議、諸外国の教育事情を視察するために、欧米各国に出張する。九州大学助教授、日本短波研究所理事長も務めた。1955年の第27回衆議院議員総選挙と1958年の、 第28回衆議院議員総選挙に31区から無所属で出馬するが落選。1960年の第29回衆議院議員総選挙で初当選。1963年の第30回衆議院議員総選挙では自由民主党公認で出馬するが落選。1967年の第31回衆議院議員総選挙で返り咲く。 1968年の第2次佐藤第2次改造内閣文部政務次官。1969年の第32回衆議院議員総選挙で中井徳次郎に549票差で敗れ、落選。1971年の第9回参議院議員通常選挙30県選挙区に出馬し初当選。1973年に 参議院地方行政委員長。1977年の第11回参議院議員通常選挙で日本社会党の新人、坂倉東吾に2141票差で敗れ、落選。1980年から1987年には、大阪音楽大学理事長を務めた。おい、北川正康、ABCD 新帝政治家任命事件明治昭和。 ありがとうございます。